い、どうも皆さん、こんばんは。こんにちは。こんにちは。はい。プレイロゴのパオです。そうです。はい。なんかいつもラジオこんばんはって言っちゃうんですよね。そう、最近よく言うよね。うん、まあ、聞くタイミングが、いろいろあるから、よく言う、おはこんばんにちはみたいな。ああ、そうね。おはこんばんちはみたいな、ね。そう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 。あるよね。ある。まあ、大体でもアップされる時間が夜なので。なるほど。まあ、いいんじゃないですか。確かに。そっかそっか。まあ、皆さんすぐ聞いてもらえるとは限らないですけど。まあ、確かにそうだね。まあまあ、なるほど。まあ、最近やっと秋深まってきたじゃないですか。ですね。これもね、また俺もまたずっと思ってた系の話なんやけど。うん。なんかさ、食欲の秋っていうやん。言う。あれさ、なんで食欲の秋っていうか知ってる？なんか秋は実り多いからじゃないですか。ああ。単純にそう思ってたんですけど。ちょっとなんか調べてみ。オッケー。まあ、それ的なことも言ってあるし、うん。諸説ありますが、うん、まあ、いろいろ要因はあるようで、うん、その体の安定に、心身の安定につながる脳内のセロトニンというホルモンが日照時間が短くなると少なくなる、うん、糖質やタンパク質を摂取することによって物質が増えると、うん、そこで食欲を増してセロトニンを増やし体を安定させるとする説、うん、そうそうそう、なるほどね。そのセロトニンと多くのものがなんか旬を迎えるみたいな、はい、まあそうよね、私はそれやと思ってました、ずっと。実際さ、それほんまなんかなっていうか、俺じゃあ違うんちゃうかなと思ってて、うん、なんか冬の方が太らへんというか、食べるタイミング多いのって冬の方が多くない？それこそ年末年始とかもそうやし、うん、なんか忘年会とかあるやん、新年会とかってあるから、なんかそれでこうガツガツいっぱい食べるっていうのは俺冬の方が多い気がするし、あともうちょっとご飯食べるんやと俺夏の方が好きやし、食欲の秋ってほんまにそういうのっていうのはずっと思ってるけど。会議派だよね。いや、もう全然思ってるよ。なるほど。確かに秋の味覚は美味しいと言われているけれど、うん、全然夏の味覚もあるし、冬の味覚もあるじゃん。あるあるよ。そう、っていうなんか四季しっかりしてる日本で、俺はよく思うよ。なぜ秋だけ取り沙汰されるのか。いや、もうほんまにそうなっていう。じゃあ私はその、なんだ、食欲の秋っていう自分の体が欲す時期があるから。っていう人が 大多数だから。なんか、割とすんなり受け入れてましたね。マジか。うん。すごいな。意外と。マイノリティは俺やったかもしれないよ。まあ、それに踊らされてるっていうのはあるかもしれんけど、まあ実際食べたくなっちゃうというか、食べるのが止まらないっていうのは事実としてあるから、うん、まあ、あ、こういうことなんかな、食欲の秋ってっていうのはなんか、身をもって納得してるっていう。いやでもね、春も太るし、夏も太るし、秋も太るし、冬も太れるから。太ることは可能で、確かに、まあ、代謝がね、いいのは夏とかかもしれないけど、うんうん、年中ご飯が美味しいとは思うんやけど、うん、なんかどっちかというと俺ね、冬で、食欲の冬の方が、うん、なんかバッチリくるかな。なるほど、食欲に関しては。のは思ってるんやけど、うん、どうかな。冬か、まあ、冬も当然美味しいものはいっぱいあるからな。うん、でもそれでも食欲の春でもいけるし、食欲の夏でも、夏バテとか言うけど、なんか暑くてご飯食べれなくなったことってあんまりなくて、うん、どれもあんまりなくてそっちの方がどっちかっていうと懐疑的あ、うん、そうだから、まあセロトニンって言われたら、うん、まあ、ちょっと分からんねんけど、うん、そうそう、物質がどう分泌されてるかって分かんないからね、全然分かんない。そう、なんか不思議やな不思議やなと思ってた。秋になったら、うん、なんでこんなに食べても底なしに食べれる期間があるのか、うんうん、それは不思議に思ってた。でも絶対冬の方が俺食べれると思うよないつも何、秋に食べるものより冬に食べるものの方がバッと思い浮かぶってこと？高カロリーのも多くない？秋ってじゃあ何やん、あ、言ってみ。それこそなんか松茸とかサンマ、あ、そうね、あとね栗、柿、はいはいはい、で、あとは秋の味覚か、大体言われてしまったな。やろ、あ、冬はさ、俺、まあ、お鍋やろ。うん。で、テーマやね、フライドチキン。あー、なぜか。お餅。はいはいはい。お餅やろ。お餅はやばいね。そう。お餅はやばい。まあ、だからお雑煮とか、うん、まあ、そもそも揚げ物をよく食べるという気がする。あと、まあ、飲み会って僕は食べ物じゃないけど。まあ、その、年忘れとかね、新年会とかね。で、集まる人が多いから。揚げ物、なぜかクリスマスよね。チキンって。あと、まあ、それで言うとケーキとか。ああ、そうね。確かに。なんかその、なんか、オフィシャルで食べていいみたいな。そう。まあ、多分ね、これはもう、あれだけど、企業も戦略やと思う。そうですね。まあ、全然乗るんやけど、俺らも。っていうぐらい多いかなと思ってて。うん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 。じゃあ、食欲の秋というより、食欲の冬なんじゃなかろうかという。まあ、食欲というか、食の冬だね。
あーでもよ、うん、そっか、食の冬なるほど、確かに食欲っていうから食欲が確かに増してる実感があるから、うん、ある期間はね、あだから食欲の秋ってスッと入ってくるんやけど、なるほど、まあ、俺はなんか食べるか食べへんかな話にしてた、そう、それで言うと、なるほどな、食べる機会の方が多いやん、冬の方が機会言うと圧倒的に多いね、多いから、それは確かに、やる忘年会だ新年会だあるから、クリスマスだ正月だ、ね、そう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 、集まるじゃない、集まるね、そう、俺もピザを食べてきてたし、それで言うと年始なるほどね、そう、この食欲の秋っていうのはなんかちょっとおかしいんちゃうかな、なるほど、そこに疑問を投げかけたい、ずっとね、うん、わあなんか聞いてる人と思うよっていう感じだけど、確かに皆さんも、でも食欲は増すんじゃないか、増す人多いんじゃないかなって私は思います、うん、うん、ずっと、まあ、俺は食べ続けてるからかな、なんかな年中ね、ね、なんだよ、秋って言われてあんまり、だから取り立てて秋だけじゃないだろうっていうことでね、うん、全然冬の方がカロリー多いと、カロリー一つはねと思いますけどね、じゃあコメント欄でちょっと書いてもらいましょうか皆さんに、なるほど、うん、だからその私はやっぱり食欲秋になったら増しますよとか、はい、うん、食欲の秋っていうのは納得できますよとか、うん、いやでも私もないと思いますとか、なるほどね、はい、まあ、ちょっと取り留めない感じになったけど、ずっとね疑問に思ってて、ああなるほど、わかりました、でも言ってることはわかる、まあ、うん、すごくわかる、食欲の秋食の冬っていう感じかな今聞いてたら、うん、確かに、そうそう、そう、底なしの食欲がなぜかあるっていうのはあのそうなので、私はナウですよ、ね、もうちょっと後かな、え、あそう、末ぐらいかな、なるほど、うん、もうちょいか、そう、なぜか、まあ皆さんも太りすぎには気をつけるように、そろそろ食べ過ぎ、いずれにしても食べ過ぎ注意です、はいはいはい、そうです、肝に銘じておいていただけると、わかりました、健康な1年が過ごせると思いますシェイク飲んでるけどおいしいと言いながらです、はいはい、ということで、あの食べ物が美味しい時期ではありますが、はい、皆さんあの食べ過ぎ注意ということでね、はい、気をつけてください、で食べ物いっぱい楽しみましょう、はい、ということで、はい、今日こんな感じで終わりたいと思います、はい、お相手はプレイルームのフォート伊藤でした、またね、バイバーイ、バイバーイ。